南丹市日吉町郷土資料館は、京都府南丹市日吉町にある郷土資料館。2016年に指定された京都丹波、高原国定公園の中にある。1994年建設の日吉ダムのダム湖に沈んだ天若地区の生活文化を保存するため、ダム近くにあるスチールの森京都内に1998年10月に日吉町が設立した。 鉄筋コンクリート構造の近代的資料館、収蔵庫と江戸時代のかやぶき民家二棟、及び、それを取り囲む、芝生の庭や畑からなる。資料館内には常設展示室に部屋と企画展示室一室があり、日吉ダム建設に伴い生まれた、天若湖に沈んだ、南丹市日吉町店若地区の紀元前4000年まで、そのぼる、考古学資料、 多様な家具や農機具等の民族資料、ダム建設以前の同地区を描いた絵画や写真などを主に展示している。敷地内の芝生の庭にダム湖で沈んだ地区から茅葺き民家二棟が移築されている。一年を通して季節の花々や果実の結実が見られる。移築された茅葺き古民家は事前の分解調査により詳細に記録され、 江戸時代後期の建築当初の姿にほぼ忠実に戻した上で再構築された。特に資料館入り口から向かって右側の旧湯浅治では南端市指定文化財とされており建築時のままの姿を保っている。向かって左側のやや大きな旧湯浅工程はかやぶき屋根の構造が内部から理解しやすいように2階が設けられている。 これらの古民家は観覧者の立ち入りが可能となっている。各古民家の横には畑が設けてあり、きゅうり、ナス、トマト、ジャガイモ、玉ねぎ、大豆、大根などの多様な野菜が栽培されている。こうした環境を生かし資料館では、体験講座やイベントを催しているほか、教育機関や各種団体がイベント会場として利用している。また、日吉町出身の洋画館、 吉田餌の対策や、ダム湖で沈む、直前の天和家地区の情景を描いた、井上達夫の油絵、中島正樹、新保高久の写真などもたびたび展示している。当初は、マウンテンバイク50台を要する、サイクリングターミナルが併設されていたが、現在は利用者の便宜のため、日吉駅のレンタサイクルに、その機能を移している。ありがとうございます。